イオンモール名古屋ワンダーシティは愛知県名古屋市西区に片町に所在していたショッピングセンター。1994年3月17日開業。大規模な建て替えの後、2009年4月21日以降はモゾワンダーシティとして営業を行っている。1993年2月4日、三菱商事グループのアイテックスは 本社工場の遊休地を活用してショッピングセンターワンダーシティ21の開設計画を発表を。この時点ではダイヤモンドシティをデベロッパーとして第4次証券で約10万世帯、証券人口30万人を対象とする計画であった。なお、当地は工業地区指定のため、そのままではショッピングセンターの建設は不可能であったことから、 行政に働きかけて市街化調整区域に変更した上で建設が進められた。開業時点では約4万平方メートルの敷地に建てられた鉄骨造り地上4階建て延べ床面積約5万9935平方メートルの建物内にジャスコを各店舗として物販店舗52店舗と飲食店など18店舗の合計70店舗が入居。 1972年3月に建設された建物を活用したワンダースクエア棟にはデイツーとスポーツオーソリティが出展していたほか2005年3月時点ではダイヤモンドシティワンダーシネマ10を除くと12棟で構成されていた2002年12月には道路を挟んだ隣接地へダイヤモンドシティワンダーシネマ10を開設イオンシネマのほか 物販店舗として、エイデンや、ライトオンも入居していた。その後、施設の老朽化や郊外型大型店への規制強化の施行が迫ったことなどを理由に、建て替えが決定し、2007年8月20日に、投資施設の主要部分を閉店した。建て替え事業は、三菱商事によるもので、以降は、映画館のみ営業をしながら、建て替えを進め、2009年4月9日には、 シネマ棟で営業していた、ワンダーシティ食品館を閉店した。建て替えの終了後、2009年4月21日に、モゾワンダーシティとして開業。なお、この建て替え、開業に伴い、ダイヤモンドシティワンダーシネマ10の名称は2009年4月13日付で、廃止され、モゾワンダーシティに統合された。 大規模小売店舗立地法による届け出工事平成19年度イコール QSC 廃止平成19年度イコール仮店舗営業開始平成19年度1から1物販店舗建設計画申請平成17年度平成16年度平成15年度平成14年度1平成14年度2土壌汚染報告平成20年3月17日 平成20年1月28日、平成20年3月13日、平成16年5月19日ダイヤモンドシティ、ワンダーシティに関するカテゴリー。ありがとうございます。